はい、北野です。今日はですね、セールスのブロック、お金のブロックを軽やかに外す3ステップについて話していきたいというふうに思います。で、実際ですね、ここ数年で数億稼いだ私自身が実体験から思ったこと、そして私の先輩経営者さんでね、数十億稼いでる方もですね、常にこのマインドを常に意識しながらね、やっていたっていう、その私自身の実体験に基づいたね、お話をさせていただきますので、ぜひね、興味ある方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、ぜひ今のうちによろしくお願いいたします。では早速なんですけども、お客さんに商品を提案するときにですね、抵抗を感じてしまうことってないですか？まあ、これ僕昔すごいあったんですよね。まあ、当時21、22フリーランスの時すごいありました。で、これに関しては実は理由が2つあるんですよね。まず1個目、商品に自信がない。2つ目、お金が汚れてみる。で、1個目に関してはちゃんとね、自信のある商品をちゃんと売ってくださいってことなんで、ちゃんと商品設計をもう1回しっかり固め直すとかっていう形で自信を持てるようになってから売ればいいんですよ。でも2つ目に関してはお金が汚れてみる、この状況を打破しない限りはどれだけね、完璧な商品を持っていたとしても、まあ、そもそも世の中に完璧な商品っていうのはないんですけども、どれだけ自分がね、最善を尽くした改善に改善を重ねた商品であったとしても、やっぱりね、商品って売れない、お金が入ってこない、売り上げが立たないということになってしまいます。そういうね、まか不思議なですね、このお金のブロックと売上収入アップのですね、関係性について今日はね、お話をしていきたいと思うんですけども、まず前提知識としてですね、まあ、起業家としてお金を稼ぐには、お金の器っていうのを整えることが必要です。まあ、いわゆる器っていうのがあるわけですね。で、これが人によっては、500万の人もいれば、1億の人もいれば、1000億って人もいますと。で、人間っていうのは、自分の器にふさわしいぐらいの収入が入ってくるというふうに言われております。まあ、大体ですね、基本的に宝くじに当たっても8割ぐらいの人は、3年後には自己破産してるっていう、実際データが出てるっていうのも、例えば年収500万の人の器が500万だったら、それで例えばまぐれで宝くじ当たったりとか、事業でたまたまうまくいってお金持っちゃうことはあるんですよ、可能性として。でもその人はそのお金を持つことによって違和感を感じて、そしてお金を手放してしまうわけなんですね。まあ、やたら怪しい投資話に乗ってしまったりとか、よくわからないお金とに不動産とかそういうのよくわからないに買いまくってお金溶かしちゃうとかね、っていう形で結局お金を持ち続けることができない。結局その人の器なんですよ。で、逆に今年収300万であったとしても、私は1000万稼げるっていう器、いわゆるセルフイメージですよね。私はこれぐらいのお金を受け取ってふさわしいんだっていうイメージが1000万であれば、相当ないうちにその人は年収1000万に行きますっていう話です。はい。で、この器っていうのは結果的に言うと、今から3つお伝えするこの内容を実践していただければね、ちょっとずつ大きくしていくことができますし、やっぱり器っていうのは一気に大きくすることはできないので、少しずつね、器の自分のコンフォートゾーンを広げていきながら売り上げを大きくしていくっていう流れになりますと。では早速やってみましょう。まず1個目のポイントっていうのは、お金の習性をしっかりと知るということです。そして罪悪感を取り除くっていうのが重要です。やっぱりお金持ちの人とか、お金持ちになりやすい人の特徴として、やっぱお金が好きっていう人が多いんですよね。まあ、よく自己啓発本とかでも、億万長者の人っていうのはお金の匂いを嗅いだりとか、預金通帳を眺めながらワインを飲むみたいな人が多いみたいなこと書いてあります。まあ、それ本当に彼らがやってるかどうかは別として、それぐらいお金を好きになりましょうよって話です。まあ、これは恋愛とかでもそうですよね。自分が絶対にこういう人嫌いだっていう人と嫌いだっていう人がいたら、その人と絶対一緒になることってないじゃないですか。っていうのと一緒で、好きな人とは一緒にいたいと思うじゃないですか。でも嫌いな人とは一緒にいたいと思わないですよね。お金も一緒です。お金も自分のことを好きでいてくれる人というところに寄ってくるっていう習性があるんですよね。なので、しっかりとまずお金に対する罪悪感を取り除くっていうのがすごい重要です。で、このお金に対するね、罪悪感っていうのを拭い食えないと、どれだけね、ビジネスを頑張ろうと思ったとしても、いいアイデアを思いついたとしても、なかなか行動できなかったりとか、やっぱお金を稼ごうとした時に何かしらの形でモチベーションが急低下しちゃったりとかして、結果的に稼げない現実が待ってるんですよ。で、実際お金っていうのは僕自身にはですね、いい悪いってないと思っていて、例えば ATM でお金をじゃあ5万円下ろしますってなった時に、その万札見て、このお金はいいお金ですってシールが貼ってあったりとか、このお金は悪いお金ですってシール貼ってあったりっていうことないじゃないですか。なので、このお金にですね、明確な判断基準はまずない。お金はまずニュートラル、中立的な視点でまず捉えてほしいなっていうのが前提としてあります。その上で、お金っていうのは交換ツールであり、無味無臭であると。そしてお金っていうのは、お金が集まるところに一極集中するっていう、まあ、特性がありますっていうのをね、まず覚えておいてほしいなと思います。結局お金はじゃあどういうところにまず集まっているのかっていうと、お金が好きな人のところにも集まるっていう話ですよね。はい。そしてお金を稼ぐってよくね、巷では言われていますけど、僕はこの本質っていうのは、市場規模をお金を買う流れだと捉えたときに、この世の中っていうのは実はお金って溢れてるわけですよね。例えば、今日本のタンス預金っておよそ14兆円ぐらいのね、貯金が溜まってるって実際言われてるわけですよね。で、いわゆるだ日本の借金返しちゃうぐらい日本の人のタンス預金の貯金だけでも14兆円ある。この世の中にはお金って溢れてるわけですよね。まあ、年によって相当お金をめちゃめちゃするってことがなければ、基本的にお金の総量ってある程度決まってるわけですよ。で、そこに世の中にお金がある。そこに対して例えばですけども、じゃあスキンケアっていうのは年間で1200兆円ぐらいのですね、2200億かなの市場があります。まあ、全体で言ったら、肌ケアで言ったら3兆円ぐらいの市場規模があるんですけど、そこに例えば美容ケアの事業で立ち上げて手を差し伸べた時に、その3兆円の市場の中で、例えばほんの 0.00 何%でもシェアを取ることが
ができたら年収1000万流れてくるわけですよっていう風に、お金の流れる川に自分が手を差し伸べることで自分の銀行口座に500万通過するのか1億稼ぐ通過するのか、これが結局年収500万なのか1億かの違いっていう話なので、基本的にお金があるんですよそこに、で需要があるんですよ、でそこに自分自身が参入することで手を差し伸べることでいくら自分の銀行口座を通過するのか、これが結局稼ぐっていうことの本質なので、お金を稼ぐっていうのはそこまでまず難しいことなんだっていうふうに思わないでいただいてね、あ、当たり前のことなんだっていうまず認識をね、ここで、自分にね、取り込んでいただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。で、二つ目はですね、日本人特有お金の洗脳っていうのがあります。で、これは僕らが生まれ育った時とか、幼少期に見てきたドラマだったりとかもそうだし、あと戦後ですね、GHQ のマッカーサーによってですね、まあ、3S 政策っていうのがですね、導入されました。これによって僕らっていうのは、なかなか成功しづらいようなね、お金持ちになりにくいような洗脳っていうのを無意識に受けてるわけですよ。で、特に戦後の日本っていうのは、まあ、3S 政策に関しては詳しくは皆さん調べてほしいんだけども、この導入することによって、まあ、アメリカ軍とか米軍からしたらですね、まあ、当時日本を占領した時ですから、できるだけ言ったことを言う通りに聞いてくれる歩兵のような人たちを育成したいわけですよね。彼にとって都合がいいから。ってなると、私は起業する、一発当ててベンチャーを作るとかって、そういう人が出てくると困るわけなんですよね。だから、あえてそういった起業したりとか、成功したりとか、なんか政治活動で、を盛んにやったりとか、そういう人をできるだけ鎮圧するというか、そういう人出てこないようにするために、こういう政策を取りました。で、結果的にどうなかっていうと、まあ、その影響もね、一部相まってではありますけども、もう親からのお金に関する影響であったりとか、親自分が普段口にしている口癖ですよね。あとは幼少期のお金にまつわるネガティブエピソードとかドラマとか学校教育の影響によって、僕らっていうのはお金持ちの人は悪だね、金時計をつけてるやつは悪いやつだとかね、まあ、そういう風な印象っていうのがあるわけですよ。だいたい映画とかで出てくる金時計つけてるですね、チンピラキャラっていうのハングレキャラの人とかって、まあ、結構お金持ってるけど悪いことしてお金儲けてるみたいなポジションの人って未だにやっぱ多いわけですよね。そして闇金牛島くんとかもそうですけども、いろんなドラマ全てそうです。ってなった時に、そうなった時に、本当はそうではないんだけども、実際にお金持ちになることってのは悪いことなんだなとか、お金をすごい儲けてるってことは、あまり後ろめたいことなんだなっていうイメージが入ってる人っていうのは、やっぱお金稼ぎづらいわけですよね。自分で自分にそのブレーキをかけちゃうから、稼ぎたいと思っても、いや稼いじゃいけない。稼ぎたいと思っても、いや稼いじゃいけないっていうように、壊れたエンジンで車いくらアクセル踏んで前に進まないみたいな状態をずーっとやってるんですよ、僕らっていうのは。だから、この意識をまず変えないといけない。で、実際お金持ちが叩かれる謎の風潮、まあ、2000年代ね、某 IT 社長が配信主義だといった叩かれた話がありますよね。まあ、昔某ホリエモンですよね。がまあ、昔 IT 企業ですごい成長した時にまあ、すごいやっぱ叩かれたっていうのもそういう一面はあったとは思うんですけど、すごい残念だなと僕は思います。ただ実際ですね、お金を儲けたいとかお金稼ぎたい、お金持ちになりたいっていうのはこれは僕は正当な欲だと思いますし、しっかりと価値を提供してお金を稼ぐっていうのはこれ立派なことなんですよ。だってお金を稼いだら稼いだ分だけ、その売上分だけお客さんに価値を提供した感謝の代償なわけですよね。いわゆる感謝の貯金なんですよ、売上っていうのはね。だからこそ僕はどんどん商売人っていうのは商品を売るべきだと思うし、売上を上げていくべきだと思うんですよ。でさらに言うとね、お金儲けを否定する人っていうのは本当に意味で社会貢献もできないっていう話があって、まあ、僕も昔 NPO 法人とかで活動してた時期が大学時代あるんですよね。まあ、イベント団体を立ち上げてやった時期あるんだけども、大体本当に社会貢献しようと思ったら、莫大にお金がいるわけなんですよ。やっぱり資本主義で誰かを助けたいと思ったら、やっぱそこにはお金がないと人って助けられなかったりする場合も多いんですよね。だから、NPO 法人っていうのは、社長が私利私欲を満たすためではなくて、社会貢献で寄付金を集うためにめっちゃ儲ける仕組みを考えないといけない。だからやっぱりどこまで行ってもビジネスなんですよ。ってなった時に、僕が思うのはお金儲けをする最高の社会貢献ですよ。例えば事業目的で株式会社としてビジネスやってる人も本当は社会貢献してるんですよ。だって税金いっぱい払ってるじゃないですか。税金いっぱい払ってる、あとは儲けたお金の一部を使って例えば経費とかで3000万円を例えば学校に寄付するとかね、それは結局経費で落とせるから寄付するっていう人も中にはいますけど、でもいいじゃないですか。やらない偽善よりやる偽善ですよね。であったりとかもそうだし、あとは社員のスタッフの福利厚生のために給料アップしたりとか、あとはね、労働環境に投資をしていったりとか、稼いだお金を消費することで経済も潤ったりというように、お金持ちの人ってそれ相応にもう十分すぎるほど社会貢献やってるわけですよね。だからその人を叩くぐらいだったら、その人よりまずは稼いで自分も社会貢献したらどうですかっていう風なね、話なので、まあ、ぜひね、稼ぐことこそは僕は社会貢献であると思っております。はい。で、三つ目はですね、セールスコスト最高の、まあ、救済であるという話ですよね。まあ、これに関しては、例えばね、あなたがもし今、開業医をしていて、内科のお医者さんをクリニック経営しています。で、夜ですね、遅い時間にある患者さんがですね、一応営業時間内なんですけども、すごいお腹を押さえてですね、まあ、盲腸ですごい苦しんでいると。で、今すぐ見てほしいと。お金すぐ払うから見てほしいって言った時に、皆さんだったらどうしますか？その患者さんを見捨てますか？それとも見てあげますかっていう話ですね。まあ、普通のお客さん、普通のお医者さんで内科である程度お腹見れる人だったら、見てあげると思うんですよ。でも、セールスをしないっていうのは、目の前で盲腸で苦しそうで、死にそう寸前になってるお腹痛すぎて死にそうってお客さんを見捨ててるのと一緒なんですよね。なんでかっていうと、自分
分はその武器を持っているのに、それに悩みを来てお客さん自分のところに来てるわけじゃないですか。個別相談に来る、セミナーに来る、お客さん何かしら痛みを持ってるわけなんですよ。で、悩んでるんですよ。で、悩みがあるからあなたのインスタフォローしたり、LINE に登録したり、個別相談に相談しに来ているのに、その人に対して商品を提案しない。なんか商品売ったら悪いんじゃないかなとか言って遠慮しちゃって売らないっていうのは、その人を結局見捨ててることになるので、逆に失礼なんですよね。だから、買うか買わないかはもちろんお客様の判断に委ねるわけなんだけども、営業しないより絶対的にやっぱ提案した方がいいわけですよね。で、それをやらない、営業しない商品を提案しないことがまあ悪であるという話になるので、悩んでいる、痛みがある時点でお客様を最初から見捨ててるのと一緒です。だからこそ、セールスは最高の救済ですということで、まあ、やるかやらないかお客さんしたい。でも、まず私はこういう解決策を持ってますよっていうことは、しっかりとまずあなたをお客さんに提案するね、義務が、商売員である以上僕はあると思いますので、まあ、もちろんね、全員が全員というわけではなくて、この人だったらぜひクライアントさんにしたいなという方にはね、商品をぜひね、積極的に提案してみるっていうマインドを持ってね、これから営業活動を取り組んでいただくと、今日の動画を見ていただいたね、この時点ではですね、ちょっと心得がね、動画を見る前よりも軽やかにね、なんと商品も提案しくなってるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ今日の動画も少しでも参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE でお友達に登録いただいてプレゼントもゲットしてみてください。それでは今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。